はい、こんにちは、ポロです。今日も音声を聞いていただきありがとうございます。今日のテーマはですね、ビジネスは競争ではないというですね、話をしていきたいと思います。まあ、ビジネスだけに限らず、全てのことに関して言えるんですけども、特にですね、ビジネスをやる上で、こういうマインドセットを持っておいた方がいいと思うんで、今日はですね、そのお話をしていきたいと思うんですけど、ビジネスっていうと、競争みたいにね、考えがちなんですけど、実はそうではないし、そういうふうに考えてるとうまくいかなくなる可能性が高くなるんですよね。うまくいっているビジネス、特に我々のようなですね、小さい規模でやっているビジネスで生き残っている人は何をしているかっていうと、できる限り争わないようなですね、戦略を取ってるわけですね。差別化とかニッチとか、そういうものを攻めて、ライバルと争わないような戦略を取ってます。それが、長期的にね、生き残る戦略でもあるんですけど、やっぱりこう数字とかそういうものが表になって出てくるので、どうしてもですね、こう競争みたいな風に考えてしまうことが多いんですよ。人間ってね、競争することすごく大好きなので、ビジネスだけに限らず、他人と自分を比べて、すごくね、こう優越感を感じたりとか、もしくは時にはね、なんかこう劣等感を感じたりとかっていうのはあると思うんですけど、やっぱり人間は本能でですね、誰かに勝りたいっていう欲求を持ってるんですよね。だからこそ、何事もこう競争みたいな風に考えてしまいがちなんですけど、例えばビジネスからもうちょっとね、こう抽象度を下げて、ブログについてね、話していきたいと思うんですけど、例えばブログを書いていて、特に初心者とかね、そういう人たちがやりがちなことっていうのは何かっていうと、もうひたすらですね、こう他人の何でしょうね、こう、成果報告みたいなものばっかりを気にしてるんですよね。他人のブログとか、そういう SNS とかを見て、今月は何万 PV でした。で、売り上げはこれだけでしたみたいな、情報を発信してる人がいるじゃないですか。そういうものを見て、あの人はすごいなとか、そういうふうにね、なんか思ったりとか、あるいは、こう、すごくね、そういう人に嫉妬して、なんかすごく攻撃的な発言をしたりとか、そういうことをする人がいるんですけど、それって、自分にとってね、プラスになるような刺激だったらいいんですけど、そうじゃないんだったら、そんなものを気にするのって全く無意味なんですよね。例えば、すごくね、こう、成果を出している人が、ね、何万 PV とか、売り上げね、何万とか何十万とか出してたとしても、それって自分には関係ないじゃないですか。わかります?A さんが、例えばね、月間、じゃあ何十万 PV 達成して、売り上げがね、何十万円でしたみたいなふうに報告してるとするじゃないですか。でもそれって自分の例えばね、ブログとかには一切関係がないわけですよ。その人が売り上げが上がったから自分の売り上げが下がったわけでもないし、自分の売り上げがね、上がったからその人の売り上げが下がるわけでもないじゃないですか。だけど、なんかそういうことばっかりを気にしてしまうんですよね。で、ブログに挫折してしまう人でありがちなのが、やっぱりそういう他人と自分を比較して、自分は全然成果が出てないみたいな風にね、思って、もうなんか嫌になってね、やめてしまうみたいなことがあるんですけど、当然いろいろ状況が違うわけですよ。お互いにね、生きてきた人生も違うし、それはやっぱりね、いきなりうまくいく人もいれば、全然最初はうまくいかない人もいるわけですよ。考え方として、人生っていうのは、短距離走ではなくてマラソンなので、今ねこの段階で相手の方が上だったとしても、最終的にねゴールをする段階で自分の方が勝ってればいいわけですよ。あんまりね勝ち負けで考えるのは僕は好きじゃないし良くないと思うんですけど、でももしね競争に置き換えて考えるのであれば、短距離走ではなくてマラソンなんですよね。でもみんなすごくショートスパンでしか物事を考えてないので、今の自分とその今の相手とか他人がどういう状況なのかしか見てないんですよ。だから心が折れてしまってやめてしまうみたいなことがあるわけですよね。だから基本的にこう他人と比較するっていうのは無意味だし、それがねプラスの刺激があるんであれば、完全に無意味とは言わないですけど、必ずしもねそういうものってマイナスに働くことの方が多いじゃないですか。だからそんなものを気にしてもしょうがないわけですよ。人生心理とか、宇宙の法則とか、
まあ、そういうものを学んでる人はね、分かってると思うんですけど、競争の次元には落ちちゃいけないんですよ。もし豊かになりたいんだったら、あの次元っていうのがあるんですよね。その人生のステージみたいなものがあるんですけど、それであの、まあ、いわゆるその豊かじゃない人たちっていうのは競争の次元に生きてるんですよ。で、豊かな人はどういう次元に生きてるかっていうと、創造の次元に生きてるんですよね。あのクリエーションの方の創造です。創造の次元に生きてるんですね。だからあの結果としてね、それがこう他人との競争になることはあるけども、他人に勝ちたいとかどうこうって考えないわけですよ。うん、例えばね、あの何でしょうね、こうもしそのブログでまあ置き換えて考えるならね、あの、まあ、A さんが例えば何万 PV でね、何万稼いでるとかってあるじゃないですか。でもその人に勝ちたくてあなたはブログ書いてるんですかって話なんですよ。そうじゃないですよね。あなたがブログを始めたきっかけはおそらく例えばお金を稼ぎたいとかそういう目的があったからブログをやってると思うんですよ。特定の誰かに勝つためではないし、別に特定の誰かに勝ったとしてもね、それで全然例えば自分の本来の目的、稼ぎたいっていうね目的が達成されてないんであれば、それって全く無意味じゃないですか。でもいつの間にかね、目的が置き換わってしまって誰かに勝つとかそういうことになってしまうんですよ。そうするとやっぱりね、その戦略とかそういうものもブレてくるし、なんかこうどっちの方向に進めばいいのかわからなくなってしまうんですよ。やっぱり自尊心とかね、そういうプライドとかが邪魔して他人によく見られたいみたいな風に思ってしまって、あの本来の方向性とずれてしまったりするんですよね。だからあの本質的なことを考えてほしいんですよね。そういう何でしょうね、まあ、表面的なことだけじゃなくて、結局自分は何のためにやってんだろうってことなんですよ。それはもちろんブログだけじゃなくてビジネスもそうだし人生もそうなんですよね。全部同じことが言えるんですけど、ビジネスを始めるのも誰かに勝つためにやってるんじゃないと思うんですよ、おそらく。例えば自分が豊かになりたいとかね、世の中に価値を提供したいとかね、貢献したいとか、そういう思いでやってると思うんですけど、いつの間にかそれがこう視点が切り替わって競争になってね、ライバル他社に勝ちたいとか、そういうような風になってしまうんですよ。それってすごく次元が低くなるんですよね。うん、あの抽象度が下がってしまうんですよ。自分と相手だけっていう抽象度になってしまうんで、すごく、まあ要するにレベルが低いんですよね、考え方の視点が。レベルが低いからこそ、まあそういうレベルが低い人しか手に入らないような豊かさしかやってこないわけですよ。だから全てこう想像の次元で生きるっていうこと、かなりこれはねステージが高い話になるんで、最初はピンとこないかもしれないですけど、常にまあそういう思考を持って、他人がどうとかっていうのははっきり言って自分には一切関係がないわけですよ。その人はその人の人生があるし、自分には自分の人生があると、その人がどう生きようが自分には関係がないわけですよ。相手が幸せであればいいし、自分も幸せであればいいんですよ。それが相手がね、こうすべきだ、ああすべきだってこう自分の正義を押し付けて、こっちが嫌な気分になるわけじゃないですか、それって。それってね、お互いにとって損なんですよね。人間関係も悪化するし、自分は嫌な気分になるし、何一つ建設的なことはないわけですよ。で、しかもその嫌な気分になることによって、ね、まあ、日々の、なんでしょう、人生に対してマイナスな悪影響を及ぼしたりとか、相手のことを考えるってことは、イコール、自分のことを考える時間が減るってことなんですよ。時間っていうのは資源であり、リソースなんで、僕たちが持ってる武器でもあるんですよね。だから、1秒でも多く自分の人生を良くすることを考えた方が絶対いいわけですよ。他人をね、例えばこう引きずり落とそうみたいな、そういうまあレベルの低い考え方をしてても、結局、それってこう、無駄なことに時間を使ってるじゃないですか。それよりも、自分が上に上がることを考えてる方がよっぽどいいわけですよ。だって別に僕たちは、その誰かを引きずり下ろすために生きてるわけじゃないじゃないですか。自分が幸せになりたくて生きてるわけなんで、その人を引きずり下ろしても自分が幸せにならなかったら意味がないんですよね。うん、だから、そういうなんかこう、まあ、次元の低いとかレベルの低いような考え方を捨てて、いかにこう自分の人生がもっと良くなるのかみたいなことを考えた方がいいんですよね。だから競争の次元に生きてると、そういうマインドが持てなくなるんで、そうじゃなくて創造の次元に生きる。ビジネスも人生も競争ではないし、誰かに勝つことだけがね絶対的な価値ではないんで、そういう意識でねやってもらうのがいいと思います。特にブログをやっている人っていうのは、こうすごくね、ネットサーフィンじゃないですけど、あっちこっちね、いろんなとこ見て回って、あの人は何万 PV でね、いくら稼いでるみたいなことばっかり、
まあ、見てる人もいると思うんですけど、それってその時間すごく無駄なんですよね。それでその人のやり方を真似して戦略をね、真似したりとかして研究するんだったらまだいいですけど、ただ見て、あ、すごいなとか、なんかムカつくなとかって、そういうふうに思う時間ってもう本当にね、何の意味もない無駄な時間なんですよ。だったらその時間を自分のために使って、どうやったらもっとね、良くなるのかっていうことを考える方が絶対的にこう人生は良くなるので、もしですね、まあこれは本当にこう人生全般に役立つ考え方なので、まあ、ブログだけに限らず全てのことにおいて、まあ、応用してね、使ってほしいと思います。はい、では今日の音声は以上です。最後まで聞いていただきありがとうございました。